与党党側のののの反応でで、す。す菅官官房長官はアベノミクスの成果をを強調する一方で希望の党の経済政策を批判しましまた。菅官房長官は選挙の前に示された政策が具体的にどう実現されていくのか。 国民に説明が必要だと強調しましまたその上で希望の党が掲げた消費増税の凍結について財源なくして大胆な改革を進めるような無責任な議論に組みすることはできないと批判しました。また公明党の山口代表はどう議論を重ねて煮詰められたのかその形跡は見られない準備が足りない中でにわかに政策が発表された感を否めないと指摘しました。 その上で民主党政権で果たせなかった主張が焼き直して出てきていると厳しく批判しました。